に登場すするるのののような姿の種族猿の毛皮や王をを持つ人間を意味するジョジラーマーヤナにおいて勇敢で好奇心に満ちた性質で描かれる。ラーマーヤナによれば、バナラ族は主に今の南インドにあたるキシュキンラーに生息していた。ラーマ王子がさらわれた、妻シーターを探している途中で彼らと出会う。バナラたちは協力して、シーターの創作に加わり、 シーターをさらったラーバナとの戦いにも加勢した。女児誌で解説されているバナラ族の特徴は愉快で、子供っぽく適度に腹立たしく欲しがりで、とても活発で冒険好き、不安層に、正直、忠実で勇敢にして親切である。人間の平均より少なくとも30センチメートルは背が低く、体は薄い毛皮に覆われる。 体毛は大抵茶色である。ベーダの学問に精通しているものも多く、変身の術で人間の姿を取ることができる。よく知られるバナラ族に、ラーマの忠実なる支援者であるハヌマーンがおり、彼以外にもスグリーバ、バーリン、アンガダなどが知られる。これら主要なバナラは、ビシュヌ人の転生が決まった時、転生したビシュヌラーマ王子を補佐する目的で、 神々が生み出したとされる。その中でも特に、ハヌーマーンの誕生が特筆されている。ありがとうございます。